機能設定画面の防犯暗証番号設定をタッチします。あり、なしを選択し決定をタッチしてください。ありを選ぶと暗証番号入力画面になります。4桁の暗証番号を1、2をタッチして設定します。決定をタッチするとメッセージが表示されます。設定が終われば終了ボタンを押してください。